生相手にしっかり殺すっていうところはもうなんか容赦がなくていいね。可愛いは武器だから。なかなか小学生に酷なことさせてるな。おりゃー、逃げ方。まあ割と王道な展開なのかな、まあ。どうもアニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはフェイトカレードライナープリズマエリア第2話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたプリアですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、さあさあさあ、クラシックリアクションシリーズアンケート部門第34弾ということで、プリアを見ております。続いております。まあなんとなく知ってはいる部分もあるよ。まあところどころの魔力供給で僕は脱落してしまったので、まあそこを乗り越えて、まあ面白いと言われているポイントだったりみたいなところを追いかけていきたいなという、そういうのを目標にしていこうと思います。はい、まあそんな感じでやっていこうと思っているわけなんですけれども、まあ前回ね見事、ルビーの、言葉巧みな、まあ前回はですね、ルビーの言葉巧みな話術により見事、魔法少女にされてしまいましたイリアなわけなんですけれども、これからイリアは魔法少女として世界を守っていくのか、なんだっけ、クラスカードを集めていくみたいな話らしいので、まあ巻き込まれてしまったイリア、どうなってしまうのか、大丈夫かイリア、もう主要3ルートでも結構ひどい目に遭っているような気がするイリアだが、このルートは幸せになれるのかどうなのか注目していきましょう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて、誰ということで。さあ、うまくごまかし。あら、そうだよね、なんかお母さんはアイリアもね。あれ、シローの設定はどうなってるんだ？結局拾われたってことになってんの？じゃじゃうますぎるな、お互い。うん、まあそうね、整理しないと。魔術師どうなんだろう、この世界における指導の、指導じゃないわ、もうすぐ混ざる。シローの扱いってどうなってるんだ。これ冬木の大災害起きてるの。でも、キリツグもアイリも存命っぽいよね。てか、存命だよね、この言い方的には。パラレルな世界線ってらしいんだけど、どこまで本編の設定が引っ張られてるかわからないんだよね。イフというよりも完全にパラレルだもんね。こういう世界に当てはめた感じだもんな、フェイト本編を。さあ、バーサーカーの顔つきとかも全然違うもんね。さあ、セイバーオルタとかも出てくるからびっくりしちゃった、私。そうか、そんないっぱい5時のキャラクター出てくるんだ。ふんげつば飛んだかも。オッケー、レッツゴー。さあ、誰？うん、魔法使い。かわいい、かわいい、ありです。やられてしまった。うん、そうね、リンも似合ってたけどね。あ、いるね、アイリー、写真。うん、そうね、なんか課題とかうんぬんかんぬん。うん、
はいはい。アーチャーのカード。アーチャー。ないね、騎兵は。へえ、そうなんだ。色的にはフレポから出てきそうだけど。割と近いかも。割と合ってるね、多分。うん。なるほど。まあ、ある種、並走というか、霊走的なものでもあるわけだ。魔術霊走的な。ふわふわしすぎじゃない？自由すぎるね。なんかルビーとサファイア入れ替わったらもうちょいいい関係になりそう。まあ手伝ってもらうことになる。いいぞ。いい時間差だ。イリアって小学生かな？これは小学生でいいのかな？早っ、うまっ。楽しそう。優等生なんだ、その感じだと。うん。すっごい、すっごい飛んでる食べかすが。そうね。ああ、そうね。実感が。パンを突っ込まれてしまった。そうね。いいね。こうやってクラスのみんなには内緒だよ。そんな風に言いながら魔法少女やっていきます。掃除当番。あら、どつかれてる。ぬるりと出てきたな。まあでも常に持ち歩かないといけないんだ。ああ。お？俺からのラブレターかな、俺。これ僕からのラブレター？多分僕からのラブレターかも。LOVELETTER。やばい、私の出したの、私の呼び出しちゃった。小学時代の私が呼び出したのかもしれないわ。
冷静に。怖いって。ちょ、目が。まあ別の意味のラブコールでした。なんか字がちょっと雑なのがいいね。リンって結構達筆なイメージがあるけど。でも小学生相手にしっかり殺すっていうところはもうなんか容赦がなくていいね。遠坂家らしい感じがする。あら。あら。これ見たいからやってんじゃないの？私も見たいからでも見ちゃう。くるくる回ってる。その笑顔が武器よ。打ち抜かれましたわ。私の心は打ち抜かれた。オレディアが立ったよ、キューピッツ。そこが瞳だね、やっぱり。はいはい。くるっと回って。かわいい！好きになっちゃう。打ち抜かれた。確かに。キュートは武器。やっぱりそうだね。かわいいは武器だから。かわいいで殴られて、やられない人間はいない。さて、0時に抜け出すの、なかなか小学生に酷なことさせてるな。どこに行くのですか？この時間外出たら補導されそうな気がするんですけど、おまわりさんになればよかったかな、僕。将来の夢。さあ、後頭部。大師父？あら！エルメロイ先生。大師父？はいはい。これ誰？大師父？誰？なるほど。そこでルビーとサファイアはあてがわれてって感じか。全然協調性がなかった。全然なかったよ。今頃イギリスで先生も胃に穴を開けてるでしょう。小学生がやってるとなったら。そうね。殺すって書いてあったわね。深夜になんないと出ないんだ。お？何してんの？トイレで変身するんだ。うん。あ、そうか、変身中を見られると。変身中を見られると。確かに変身バンクをね、いろんな人の目の前で変身バンク見ることになるからな。中央。ん？
あ、別の次元に行くってこと？うん。飛ぶ。多分密接に重なってる、なんか次元が重なってるとかそういうあれなんだろうね。そっちの、結界？あー、だからカレイド？はい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 、万華鏡みたいだね。さあ、空間転移して。さあ、ランサーとアーチャーはもう回収済み。実体か。これを小学生にやらせるんですか？うわ、誰だ？あら、メデューサ！ライダーだ。言ってないね。おおおお、ちょっとデザインが違うライダー。やっぱりずらしてるんだな。わお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 。さあ、すごいぶっつけ。なるほど。とりあえずぶつけてみよう。やべ、ナイス、避けた。わお、あ、そうかそうかそうか、障壁があるんだ。物理と魔法で。魔力障壁と物理障壁。わおわおわお。ん？距離は逃げ方。追いかけっこ始まってるから。確かに、自転車とかけっこするくらいだから、イリアは。あぶねえ。音楽。さあさあさあ。強い攻撃のイメージ。頑張れ。イリア頑張れ。わお、わおわおわお、斬撃。すごいね。まだでも無事だ。聞いてる聞いてる。やばいやばいやばい。ただのガヤになってるぞ。そうね。そうね。さあ、わお、避ける。もう一回。なにこれ、幻影。今のむくれた姿可愛かった。わお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 。
むずすぎるな。三段飛び散るやつ、バラバラに、すごい、何この、何このイメージ。うん、さあ、わわ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 わ、散りすぎた？もっともっと狭める。お？動かない？なんかするなんかするなんかするなんか、ええフォークとかある？そういう概念ある？え、これ。これ、間が？え？いや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 ！え？ビーム？ビームかなんか飛ばすの？え、ちょ、あ、誰か来てる。あ、ミユ？ランサー、ベルレポ、ゲイボルク、わーお、すごい伸びたね。ここで回収。おお。オーケー、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 オーケー。なるほど、こうやって進んでいく、徐々に徐々に戦いながらっていうところですね。まあ割と王道な展開なのかな、魔法少女もの的な部分から見たら。わけがわからないままとりあえず活躍していくよっていう流れになったかと思いきや先輩が現れるみたいな流れっていうのはどうなんでしょうね。僕はあんまり魔法少女アニメ見ないんで、あれなんですけど。まあでもこんな危険なことに巻き込んでルビーはなんかひょうひょうとしすぎじゃないか。割かして人類悪よる、あ、人類悪よりかもしれない。いや、うまく喋れん、マジで。でもいいな、なんかイリアが楽しく動いてるの見てるだけで僕は幸せになるよ。本当に。なんかでもこれ見て、こういうのが見たかったんだよって人は一定数いそう。魔法少女ものみたいなのもそうだけど、イリアが楽しそうにしている姿だけでも、これだよこれってなってる人はいそうですね。ええええ。さて、ミユがやってくる。謎の転校生現る。そうよね。結構ね。さあ、いいわ、このエンドカードもいい。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、オッケー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 。まだまだ導入って感じではありますね。
うん。まだわちゃわちゃしながら、ああ、こんなことやっていくんだ、あんなことやっていくんだ、みたいなそういう話の流れが展開していって、まあ、まだ、まだですね。まだ様子を見ていきましょうというところで、まあ、どこからどこまでが本題でシリアスなのかって言われたらあれなんだけど、まあ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 、まだ序盤ではあるんだろうな。4期あるからね、このアニメ。4期プラス映画あるからね。まだこれかなり風呂敷を広げた本当に端っこの端っこの段階で、ミユと出会って、それでミユと一緒に活動していく中で、いろいろと問題が起きていくっていうところではあると思うんだけど、まあいろいろとありそうなんだよね、設定的にもね。なんかミユにもかなり深い設定があるんだよね。僕もそこら辺よくわかんないんだよね。なんかすごい、実装された時、FGO に実装された時、ミユに結構なんか深い事情があるんですよ、みたいな。そういうのを見たような気がするんですけど、よくわかんなかったのでやめちゃったんだよな、だから。だからこそこの世界を理解したいわけでもあるし、このクラスカードが生まれている原因とかも割と明らかになってきたりするのかな。言ってしまうとさ、今までの魔法少女ものだったりなんだったりって、割と自然発生的な魔力災害っていうものもまあないことはなかったけど、ただ、基本的には悪の組織がいて、こういうことを企んでいてみたいなことがあったりするわけじゃないですか。だからこそ、何かそういうのをばらまいてる存在がいるのか、何かのバグみたいな感じで魔力が溜まってしまって、それをまあ解除することでみたいな流れではあったけど、爆弾処理みたいなんですねみたいなところではあるわけなんだけど、英霊の形を取ってるのもいろいろと気になるところではあるよね。僕もそこら辺やっぱりリンの話を聞いても、ああ本当にだからイリアが言ったように、あ、爆弾処理的な感じなのねみたいな感じでしか理解ができてないから、ちょっと聞き漏らしがあったかもしれないんだけど、まあでもイリアは可愛くていいです、見てて。平和で動いてくれることだけが嬉しい。僕もキリツグと一緒で後方父親面しちゃおうかなっていうところであるわけなんですけど。まあなんか恋の部分も結構フューチャーをされるんじゃないかみたいなところではあるんですけど、どうなんですかね、お兄ちゃんとの関係性。まあ全然違うもんな、普通だったらな。本編ではなんか結構いろいろと分かってるからこそ尊いわね、この二人ってなるけど、ここだとどういう風に処理されてるのかが分からないから、今のところね、なんか、あそこ気になるな、ここ気になるなってことが本当に多い。英霊の形を取ってるだとか、あれは何者なのかとか、そもそもね、あのステッキすごくないみたいなところとかも含めて、気になるところは結構あるかなって感じではあるけど、まあこの段階からああだろこうだのっていう風な考えるのは無駄ではあるわけだし、まあでも時計塔の大シェフって方がわからないんだけど、時計塔の指示で向かっていて黒カード集めろってことは、だからあの先生もうエルメロイ先生もなんとなく理解状況を理解しているわけでみたいなところでもあるし、まあでも魔術は秘匿するものっていうところの中で結構派手に戦っている。まあでもあそこはまあ何鏡合わせ合わせ鏡の世界に行ってるから、とりあえずまあいいのかなっていうところではあるんですけど、まだまだ謎ですね。まあとりあえずミユと絡んでみないとわからないところではある。ただ今の現状多分エルメロイ先生が見たら結構胃を痛めてると思うよ。あの二人に任せたのになんで小学生二人がやってるんだみたいな。かわいそうに、かわいそうにエルメロイ先生、エルメロイ先生はいつも胃が痛い。悲しい悲しいみたいなところではあるわけなんですけれども。でもちょっと気になるな。本当にワクワクしていきますね。なんか知ってるからこそワクワクするっていうのはあるね。だからあらかた情報ができてほしいなっていうのはすごい思う。だからやっぱり知ってるからこそ謎なわけじゃん。言っちゃうと。これの繋がりどうなってんだみたいなことになるわけじゃん。多分何も知らないとこれって、そういう世界観なのでって丸ごとゴクンって飲み込めるけど、なんかやっぱり本編を知ってるからこそ、あそこの扱いどうなってるんだろう、この扱いどうなってるんだろうみたいな、やっぱりキャラクターの設定自体がかなり大幅に変わってるからこそ、どうなってるんだろうなっていうのは非常に気になるところではありますよね。いやーでもいいな、なんか振り回されるイリアめちゃめちゃ可愛いな、すごいめちゃめちゃいい。これからもイリアを追いかけていきたい。やっぱり後方父親面をしていきたいというところでもある。いいな、門脇さんがすごいいい声をしてるよね。なんか脳がとろける声をしてるので、これからも脳がとろけていきたいなというふうに思っております。はい、というわけでとりあえず今回はこんな感じで終わろうかなというふうに思いますので、次回も楽しんでやっていきましょう。まあやっぱり序盤なんでね、まだやっぱり僕も頭がおーっていうことが多いだろうけど、どん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 分かっていけばね、考えられることだったり、何考察じゃないけど、この先どうなっていくんだろうみたいな、そういう予想のね、この糸口みたいなもの見えてくると思うので、ぜひと皆さん一緒にね、なんとなくでもいいので楽しんでいただけたらと思います。まだ多分分かんないことだらけだと思うしね。はい、というわけでとりあえず今回はこんな感じで終わりましょう。以上、フェイトカレードライナープリズマエリア第2話でした。バイバイ。